生き物に変わったでしょ、車から。何事もストレスがないね。別の車だね、これ。同じ車じゃないね。たったステンレスのマシア入れただけでね、なんでこんなことになるのよ。落ち着いて走れるよね。うん、落ち着いて走れる。ああ、そう。落ち着いてね。なんか見えないものまで見えるみたいな。うん、まあ、路面状況、走行状況、情報が素早く正しく入ってくるということだよね。だから楽になるわけでしょ。感覚的にはそんなに、ギシギシしないで普通に運転できたから、すげえ楽に運転できるからね、はい、安心して身を委ねられるということやね。まあ安全マージンが上がったってことだよね。そうだね、だから道具として安心できる状態になってきたことやね。全然背後走りたくなくなるもん。これもまた感慨深い車になったね。車がいいんだね、もともと。でもリフトに上げて足回り見たらシンプルだけども、なるほどっていう風に、あの構造から走りの感じを想像するとね。3倍4倍ぐらい進む力が加わるよね。そうでしょう。あのエコプラスのインシュレーターは回転方向のエネルギーはないからね。あれ、これはもう回転方向のモーメントをもう存分に駆使してる設計だからね。それとあの浮揚共振をあの穴からハブ側の方にあの遠心分離機にかけたように不要なものを全部抜いて、で残ったエネルギーだけを外側のウェル側の5のパターンで、であれがドレミア・ソラシドの和音の音階で方向性タイヤとホイールをずらして組むのと同じ設計がそこに入ってるからね。だからそれが20箇所にそれが入ってるわけだから、それはすごい効果出るのは当然ですわ。一筆書きのように繋がった感じやね。全然ギクシャクしてない。うん、これは素晴らしい。何これ。信じられることが起こったよ。これは今まで感じた時ないな。新しいところでしょ。これは分からないところだな。なんでこれ滑らかなのこれ。絶対おかしいよこれ。絶対おかしい。おかしい。おかしい車だったこれ。おかしい車だ。やっちゃいけないとこだこれ。何これ。完全にピンポイント入ったいうことでしょ。もうまとえてるってことだよねこれ。うん。だから車の G スポット入ったいうことよ。あーすげえわこれ。もう歓喜の涙流して車が。あーすげえ。どんどん良くなるね。うん。どんどん良くなって、どんどん楽しくなってくる。やべえ車出したんだこれ。さすがジョー君だね。これはちょっとすごいでしょ。ちょっとこれ普通の人を味わえばどういう風に感じるか分かんないけど、俺の場合まず滑らかで、もう力みがいらないよね。ない全然ないから、それでいて力をしっかりと確実に出せるよね。タイミングも力も全部いい感じよ。これだけでね。うん。どうなってんの車って。これで
カイザーエレメント置いたりとか、今のもう一個前に中央に三角形置いたら、まだ突進力推進力が出てくると思うよ。なんかでも、もうものすごく好調に動く感じよね。低重心になってるしさ。そうだよね。そうなんだ。エンジンの暴れもないし、車も暴れないし、何これって。おかしいよこれ。おかしい。これは今までない感じだね。小さいけど一番効果が大きい。なんか一番でっかいもん貼ったんだね。そう。なんで足回りも効くのかね。だから全ての物質に効くわけでしょ。量子的効果を狙った言うんだから。人間じゃねえけど、壺を抑えられたら動かなくなってみたいな、そこあのいいとこの壺へ行った時に全体に動くみたいな、そういう感じじゃないのこれ。全ての物質は振動しとるわけで、これ不思議。これなきゃもう走れねえよ。それぐらい効果絶大でしょ。やばい車だなってよ。これは銭が取れるでしょ。これは大丈夫。マジで、本当の好きな人は金払うわね、これなら。一番最初のもので一番効果でかいぞこれ。これをまず貼って車を整えてからタイヤとかやればいいかもしれないね。だからあれじゃない、人間があの快楽を覚えて抜けきれないというあの麻薬なんかが脳なんかに影響するのと、その機械の中にそういう大きくあの効くっていう、そういうところの作用があるんじゃない。この量子効果だ言うんだから、小さいところに全てが効くわけじゃん。変わり方と話にならんじゃない。やっぱここでやろう、聞くの。設計通りやろ。うわー、しっかりしてる。またバッテリーに貼ってくれって言ったんだよ。これ、もっとしっかりしてるよ。これはすごいな。これなら誰でも貼れるでしょう。貼れるし、分かるよね。電気の伝達が違うね。全てが。なるほどね。かあ、これはすごいわ。ぐーっとまた車小さくなってきてるよ。いやー、やっちゃったねこれ。これはやっちゃったね。やっちゃいけないことやってるぞこれ。だからこの164はね。魔性の車なのよ、本当に。人の心を引きつける。なんかあるんだね。官能的なという言葉がもうぴったりやね。こんな車ないよ。現代の車にはもう無理よ。無理ね。逆立ちしても望めん。うわ、もっと滑らかになってる。帰ったよね。自分も。どうなんとこれ。自分も生き返るし、この生き返ってるわ。いいタイミングだよ。これタイミングがいい。M さんなんか問題になるんじゃん。いらない。この方がいいよ。ねえ。うわ、すげえ。これ M さんもここ走ったけど、今までで何つでしょうこれ。すげえ怖い。怖い言ってすげえ、ね、無理がない。やっぱ真ん中のピシッと張ったのもいいんだけど、バッテリーのこのタイミングはいいね。でしょう。電気が整うとこうなるの。もう力率がもう全然違うじゃない。
替えとるしね、もう安心して。いや、もっとしっかりしてるよさっきより。そうそうそう、その人の気持ちも分かるでしょ、思い出すんだろうね。こんな風に普通こういう感じにならないもんね、普通はね。でもこれ人間関係によると同じことが言えるわけでしょ。しないでタイミングいいよね。ねえ、それ無理に吹き返して繋がらないよね。あの足回りリフトに上げてみたけど、あのアームの感じの細いのがいい、あんまりあれ台湾もんだよね。え、丈夫に作ればいいってもんじゃないよね。ギャップの超え方なんかだから言うこと言うほかないじゃん。もう完璧にいなしちゃってるね。あんな安っぽい足回りでよささっとこう。だから最高に溺れすぎたらダメだね。ダメなんだね、やっぱり。浅いが浅いが最近の車結局そうじゃない。凡人の頭で作ってあすりゃ良くなる、こうすりゃ良くなるってやったけど、もう全部お互いがバラバラになってしまって、統率感がない。ないね。